皆さんこんにちは、アボカドです。今回はレーザーバックを使ってソロスク行ってきました。よろしくお願いします。この武器の優秀なところは近距離はもちろん中距離もエイム打ちで問題なく敵のダウンを取ることができます。リコイル制御が47と似ていて、上に上がるタイプやから47を使い慣れてる方々は制御しやすいと思います。そして今回のカスタムはこちらです。これで弾の数が42発で腰打ち命中率も悪くない、いい感じに仕上がりました。つけるモッドなんですけど、かなり多種多様に選びます。打ち合いたいならロンショ、近距離でキャラコン入れてやり合いたいならスライダーか密集モッド、もしくは複数相手する場合は拡張をつけて弾数増やしてリロード速度早めてもいいと思うので、幅広く使いやすいと思います。では検証していきます。まずリコイルなしでこんな感じです。47と似たような感じで上に上がっていくので、そんなに制御は難しくないと思います。20m までやったらほぼほぼ距離減衰を感じにくいので、それ以降の打ち合いになればロングショットモッドでいいと思います。次は3ベスを着ての検証です。この距離やったらかなり痛いですね。ベスト3でこのダメージなので2ならさらにもらうと思います。そして 10m、20m はロングショットモッドなしで打っております。ちょっとここ弾が2発出ちゃって、上半身と頭に当たっちゃいましたが、ダメージは 20m でもあんまり大差はないです。そして最後は 30m、 この辺りで距離減衰でダメージが落ちてきます。ただロングショットモッドをつけて射程距離を伸ばしたら距離減衰がなくなって、 30m でもいいダメージが出せました。レートが速い武器と比べると若干キル速は劣ると思うんですけど、機動性が高くて中距離も抜きやすく、時計速度や腰打ち命中率も悪くない武器なので可能性を感じると思います。どうしてもレートが速い武器やと中距離は難しいんですけど、このレーザーバックやったらどっちも対応できるんでかなり使いやすかったです。今回は10番以降スナと一緒に使ってましたけど、これで全距離が対応できるのですごくやりやすかったです。今回はスライダーモッドを使っていきます。スライディング距離が伸びるので接近戦はこれで有利に戦えました。もう1枚いるのですぐに落としに行きます。奥の坂道のところにクラスターを投げてもよかったんですけど、手前の小屋に逃げられると思ったんでフラグを直で当てていきます。忍者のデッサを生かして後ろから回り込みたいと思います。最近ボットがよくレーザーバックを使っているんですけど、それでも問題なく使えるレベルなので、ぜひ使ってみてください。エアボーンで後ろの山のところに敵が飛んでったから詰め寄ります。ここ最近ヘリもそうなんですけど、エアボーンも落ちた時の音や飛ぶ時の音がない時が多いので、いい加減バグを修正してもらいたいですね。多分タグ回収に来たんでしょうね。追いかけていきます。逃げる時に気をつけていただきたいんですけど、できればボードで引いた時に後ろを確認しながら降りたら生存率が上がるイメージがあるので、ぜひやってみてください。
貯水タンク上に敵がいるのでフラグを投げていきます。ああ、完全に苗落ちしちゃいましたね。そりゃ隠れてるつもりでいきなりフラグ飛んできて空中でやられたら、まあ苗落ちしちゃってもしゃあないですよね。ちなみになんであそこにいるのか分かったのをスローで見ていきましょう。はい、ここ貯水タンク上一瞬だけなんですけど視界に入りました。まあ自分の気のせいでもどうかなって感じで投げ物使うなり確認だけしてもいいと思います。いいですね。腰打ち性能も悪くないですし、キル速もそんなに気にならないです。今回はデッサを生かして背後から奇襲をかけて戦いに行くスタイルなんですけど、中距離での打ち合いも問題なくこなせました。あれや、トラマスにかかってしまったので坊主で逃げていきます。ここ足音が聞こえたんで終わったと思ったんですけど、まあなんとか逃げ切ることができました。上はトラマスが引いてるので逃げてもよかったんですけど、敵が戦車に夢中になってるみたいやったから足元に気をつけながら進んでいきます。今回はちゃんと音出てたんですけど、最近戦車も音バグで無音の時があります。てなわけで今のうちに戦車壊しに行きたいと思います。まあまあ敵と距離があるんですけど、この距離でもブレを感じにくく安定して抜くことができました。マップには表示されてなくて動画じゃちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、鉄製のところを走ってる音が聞こえますのでちょっと警戒していきます。癖でジャンプしちゃったんですけど、ぼちぼちこの建物の中で起きる視点バグ直してほしいですね。アップデート重ねるごとにどんどん増えちゃってます。
いい感じにリロードを挟むであろうタイミングを狙いました。キル速だけで言うとレートが高い武器にはレーザーバック負けちゃうんですけど、使える距離が幅広くて威力や腰打ち性能も問題なく可能性を感じる武器なので今回ご紹介させていただきました。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、ツイッターフォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。